今まで、何本かカーディストリーの、基礎技法ということで、何本か、動画を上げさせていただいてましたけれども、今回は趣向を変えまして、じゃじゃんデックレビューをね、ちょっとしていきたいなと思います。デックレビューをね、なんでやるのかっていう話なんですけど、僕ねいっぱいデック持ってるんですよ。いっぱいですね。でも言っても初めてね、2年ぐらいなんで、やっぱりね、10年とかのねコレクターの方には当然及ばないとは思うんですけれども、2年やって、何十個かね、デック集まっているんですよね。それぞれね、いいところね、悪いところがあるわけですよ。いろいろねそれぞれやっぱり違うんですね、トランプ。はい、触り心地っていうのが、そういった違いをレビューするというふうに過去つけてデック自慢をね、させていただきたいなというふうに思います。なかなかね、いろんなデックいいなと思って買うんですけれども、結局使うのは家の中だけなんですよね。外持ってっちゃってマジックなんかしちゃった日にはもう破られたりね、もしかしたらもうお水ついちゃったりとかね、したらもうそのデックもう52枚揃ってないじゃんみたいなね、お釈迦になっちゃうわけですよ。この時点でもう完璧なデックではないということになっちゃうんですよ。やっぱりね大事に使っていきたい、というのもね、そういったデック、基本的に値段がね、安いのだと1000円以下のもありますけれども、こういったね、変わったデックとかね、これリットプレインカードってやつなんですけれども、これまだ開けてないですね。そう、いろいろねありますけれども、大体相場として1500円以上かなっていうね、1500円2000円くらいかな普通に買えばね。そんな中で、今ね僕が、気に入ってるデックをやっぱり紹介していきたいなと、皆さんにね見ていただきたいと。その中でね、レビューをして、レビューにカッコつけてね、行くわけですけれども、そのレビューがね、見てる方の、参考に少しでもなればねいいなと思ってこのコーナーを始めていきたいと思います。いろいろねデックあるんですけれども、流行る気持ちを抑えて最初はこのバイシクル3種類こちらね、これが一番普通のバイシクル、これがエリートエディションですね。そしてこれが裏に金色のシールが貼ってあるね、これゴールドエディションでございますと。で最近シュプリームサンダーみたいなねやつが出てますけれども、あれねちょっと今すげえ触ってみたいんだけども、すごい薄いらしいじゃないですか、でいいトランプなんだなじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、やっぱバックがね、やっぱバイシクルだったら、結局あんま面白くねえなって、個人的にね、カーディストリー好きなんで、やっぱりデザイン性がねやっぱ自分の中では結構優先度高いっていうかね、とこなんで、ちょっとシュプリームライン、機会があればね、ちょっと買ってみたいと思ってますということですね。はい、それでは早速、バイシクルの3種類ですね、レビューしていきたいと思います。まずなんで最初にこのね、バイシクルからやるのっていうところなんですけど、一番ね、手に入りやすいというか、マジックショップでも
よく売ってますし、マジックでね、やられる方なんかやっぱりこの一番安いね、このバイシクルを使うと思う。なんで、こちらのね、バイシクルをまず最初にレビューして、まあレビューなんでね、どうしても主観的なものになりますけれども、バイシクルを、まあ、試金石というかね、まあ、基準にして、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますということでございます。じゃあまずはこの普通のバイシクルから開けていきたいと思います。開けました。はい、まあ、こちらね、まあ、本当に何の変哲もないただのバイシクルでございますということでね、まあ 今言ったのがスプリングとね、まあ、このファン、うん、まあ普通にね、いいドラムですよ。滑らかに広がってちょっとファンもね、不自由なく広がりますし、スプリングもね、まあ、張りもね、ありつつ、でこれがね、まあ、一番の、まあ、基準になるところではあると思うんですけれども、そうやっぱ他のね、トランプ触るとね、やっぱこのバイシクル、普通のバイシクルにも当然扱いやすいというか、もうこれよりもさらに扱いやすいわけです。もうこれもね、十分なんですよ、これで。これで十分なんですけど、さらにね、気持ちよくね、触れるわけですよ。はい、ということで、まずこのね、バイシクルスタンダードなんですけれども、ででん、まあ、いきなりね、これ出してますけど、こういうね、レビューシートみたいなのね、ちょっと作ってみました。はい、これ、スタンダードっていうことですね。はい、じゃん。まず一番上からですね、まあ、3項目ね、用意してますということで、硬さですね。でこっちに行けば行くほど、こっちが柔らかくて、こっちが硬いです、ね。バイシクルはこの辺かな、硬いっちゃ硬い、ね。で、そして裁断面の滑らかさですね。はい、開けたばっかりの時の滑らかさ。まあ、ちょっとね、まあ、安いだけだとね、ざっくりきてんのかなみたいな、ね、感じはあって、まあ、やっぱ裁断面もまあこうぐらいかなみたいな。こっちに行けば行くほどスベスベしてるって感じですね。でそして表面は滑らかさですね。ファンした時の広がり具合、あ気持ちいいなみたいな、ね、感じがあるかどうかなんですけど、まあ今まで触ってきたトランプの中でいくとやっぱりまあこれぐらいかなみたいな。そう、まあスタンダードなんで、まあこんなもんかなと。こっちに行けば行くほどいいっていうわけではなくて、まあ好みがね人それぞれあると思いますので、そういったね、指標でございますと。はい、まあ、僕個人的にもうこっちに行けば行くほどいいっていうわけではなくて、まあなんだろう、ちょっと固めが僕好きなんですよね、うん、ちょっと固めが好きなんで、もうこっち柔らかすぎてもね、ちょっと僕はあっちゃうなみたいな、ね、感じになりますっていう話、うん、あくまでも客観的に見た指標ということで、参考にしていただければなと思います。続きましてこちら見ていきましょう。バイシクルゴールドスタンダードの青ですね。あ、さっきもね青だったね、バイシクル、はい、青でした、はい。でこちらなんですけれども、入ってるのが、こちらですね、ゴルスター、入ってるのが、まあ、この、まあ、これ開封済みなんでねあれなんですけど、まあ、このリチャード・ターナーさんですね、はい、レジェンドカーですね、はい。これとあとは入ってるのがゴルスターは、あ、これもうなくなってんな、これなくなっちゃってんだけども、これだ、ジョーカー2枚ですね。ジョーカー2枚にブランクカードが入ってたんだけどもなくなってます、でそしてあとは普通の52枚のカードが入っておりますということでね、まあ、フェイスについてはまあ、至って普通の、まあ、バイシクルしてる感じですね。バイシクルっていう感じのねフェイスなんですけれども、うん、こんな感じで、まあ違和感のない、まあ、普通の、まあ、あんま見えてないな、うん、バイシクルって感じですね、やっぱいいっすね。さっきの、普通のバイシクルよりはこの、スプリングした感じもいいです。まあ、腰があるっていうか、ね、なったんだろうな、うん、コントロールしやすい感じがします。そして柔らかさなんですけど、まあね、ちょっと柔らかいのかなと思います。ちょっと柔らかいかな。そしてこちら裁断面ね、こちら、まあ、開けた時なんですけども、まあ、若干ザラザラはね確かあったと思います。これ開けてからちょっとだいぶ経ってるんであれですけれども、
若干ダラダラありますけれども、すぐ馴染みますね、これは、うん、馴染んだ記憶があります、はい、すぐもうこれ結構スベスベです。今もかなりいい感じのね、スベスベ感ある、かなり気持ちいいですよこれ、うん、もうこれだけで1時間ぐらい俺やれ過ごせちゃうかなっていうぐらいの気持ちよさ。あーいいな、はあ、テレビ見ながらね、こんな感じとかね、 YouTube 見ながらこういうね、ちょっとなでなでしたいなみたいな感じになっちゃうカードでございます。そして表面これね、ファン、あいいね、広がり方いいですね、すごいすごい広がり方いいですね、うん、しっくりきますね、すごいね、あーいいね、あーいいね、いいでしょいいでしょ、これダメだろ、さっきのスタンダードだちょっとこういう動作もちょっとねやる気も起きないぐらいのね滑らかさだったんで、ちょっとやってみたいなっていうふうに、ね、なりますね、気持ちいいんですよ、触っててね非常に気持ちいいカードでございます。紙質に関してなんですけど、マジックショップとかの、説明、まあ、読んだんですけど、まあ、B とね同じ紙使ってますってことでね、はい、紙質が非常にいいということですね、はい、自慢シートです、自慢シートっていう名前しちゃおうか、はい、自慢シートじゃないか、レビューシート、こちらね見ていきましょうということなんですけれども、はい、まず硬さに関してはかなり5段階評価でいくと、まあ、4ぐらいのね柔らかさはあると思います。はい、で裁断面に関してももうすべすべかなりねいい感じの、うん、すべすべでございます。でそしてこの表面の滑らかさですね、かなり滑らかってことで 4.5 ぐらいになってますっていう感じ、もうかなりもうマジック用のトランプでちょっとね、いいトランプ使いたいなっていう時はもうこのゴールドスタンダードも買っとけばね、まず間違いないだろうというね、感じになってるかなと思います。続きましてドドン、エリートエディション、エリートって言ったんですね、はい、コールオブデューティー AW の、ね、やってる方分かるんですけど、あそうなんですよ、これもねちょっと開封済みであれなんですけど、ちょっと汚くなってるの伝わるかな、うん、結構触ってたんですね、これ気持ちいいから、これねゴールドスタンダードより俺こっちの方が好きなんですよ、うん、柔らかさもこれゴールスタより柔らかいな、これ、うん、柔らかい、こっちの方が、うん、伝わんねえなこれ、画面じゃ伝わんねえんだけど、もうかなり柔らかい、あこのねスプリングした時の多分音はね、さっきよりこう多分静かだと思います、そう柔らかいんですよ、そうそうそう、サラサラサラっていう感じね、さっき多少パサパサパサっていうねぶつかってる感あったと思うんですけど、これねやり方そんな変えてないんですけど、かなりファーっていう感じ、柔らかいんですよ、もう髪がちゃうんですね、これね髪がですね、これ、まあ、マジックショップ情報によりますとスーパーシーンプレミアムストックというね、ものを使ってるということで、カットについてこれトラディショナルカットっていうやつが使われていて、この裁断面ですね、はい、かなりスベスベでございます、はい、さっきのゴルフスタイルも気持ちいいです、はい、余裕で気持ちいいな。でこのエンボス表面についてはエリートエンボスフィニッシュっていうのが使われているらしくて、映しても分かんないよね、多分映しても分かんないと思うんだけど、分かんないな、エンボス映んない、うん、見た感じ、まあ、まあ、なんだろう、このエンボス感でいくと、まあ、このエンジェル的なね、エンジェルこモーニングスタート、これのくっつき具合はかなりくっつきやすいですね、これだいぶいい、でこちらの内容物に関してはジョーカーが2枚とブランクフェイスが1枚、ダブルフェイス、こちらダブルフェイスが入ってるんですよ、これダブルフェイスが入ってるんで、さっきねゴールドスタンダード買っとけば間違いないって言いましたけども、エリートエディションもね買っとけば間違いないです、あダブルフェイス使ってねマジックやられる方なんかはエリートをね、選ばれるといいんじゃないかなと思います。わざわざねあのギャフカード的なね、セットで買わなくてもいいっていうね、がありますありますありますっていう感じなんですけど、いいなこれ、やっぱエリート気持ちいいな、
気持ちいいですね、エリート。いや、これ困るな、やっぱりエリートが一番好きかなっていう感じでございます、ね、ということで、こちら、バイシクルエリートエディションのレビューシートね、見てみましょうということで、はい、どうもこんな感じでございます。じゃじゃん。はい、バイシクルエリートエディション赤、硬さね、柔らかいです。柔らかい、4.5、さっきのね、ゴロスタより柔らかいです。はい、でそしてさらに最断面、マックスいきましたね、これ、はい、5、かなりすべすべのプールに入ります、はい、触ってて気持ちいいです、はい、表面も、まあ、ゴルスターと同じかな、はい、4.5 でございます、はい、で個人的にはね、触った感じはこっちの方が断然好きでございます、はい、いかがだったでしょうか。あ、この3種類ね、触ったことある方、まあ、これからね、あのいろんなデックレビューしていきますけれども、今回のこのね、バイシクルのことどう思ってんだこいつみたいなのね、参考にしていただければと思います、はい、バイシクルを基準にしてね、考えていきたいなと思いますので、はい、皆様あの、ね、動画をまずね、参考にしていただいて、これからの動画も見ていただけたらなと思います。それではこれからのデックレビューにカッコつけたデック自慢が楽しみだよっていう方はね、チャンネル登録とね、今回のこの動画に高評価ボタンの方ね、押していただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。